ニュースポスト7です。70代の初めに200近くあった加藤ちゃんの血圧が130近くまで下がったんです。そう明るく話すのは加藤茶さんの45歳年下の妻、加藤彩菜さん。結婚2年目の時、血圧が200を超えてパーキンソン症候群を発症した茶さん。夫の健康を案じた彩菜さんは減塩レシピ作りをスタートしました。料理の肝となるのが万能氷だし、鰹節をベースに酒粕、玉ねぎ、生姜を入れて凍らせるだけで長期間保存でき、さまざまな料理に合わせられます。現在80歳の茶さんは妻の料理を喜んで食べ、108歳まで元気に舞台に立ちたいと夢を語っているそうです。ニュースポスト7。